Welcome to Shiri Channel。 ようこそ Shiri Channel へ。12月21日日曜日、龍が如く維新。さあ、いよいよもう物語も佳境に入ってきた龍が如く維新第9章、喧嘩の花道、行きましょう。こんばんは。これでいいかな。音量等確認よろしくお願いします。さあ、私はちょっと酔っ払いたい気分だなと。そう、竹地が死んだという知らせを受けて酔っ払う、少し荒れて気味の、龍馬さん。ストーリーを積極的に進めていこうと思います。別に急いでるわけじゃないけれども、まあ、サブクエ結構ね、やることやったんで。はい、こんばんは。おっと、お前ちょっと待てよ。何やこれ。僕は操作変で。目障り。大型百戦錬磨。お金が待ってもらえるなんて。さあ、酔っ払いましょうぜ。いらっしゃいませ。武器は開発してない。裏では何もやってません。旦那はん、よう飲まれますな。旦那はん、せやけどいい飲みっぷりとは言えまへん。そないな飲み方したらお酒が泣きます。今宵はもう少し静かな場所で飲みたいんやないんですか。うちお店知ってますけど、蔵町にある松の井という小さなお店どす。うちそこでお待ちしてます。待て、お前何者だ。お店に来てくれはったら教えてあげます。ほなほなほな。リアリーリアリー見透かしたことない。枕町の松の井へ向かえ。さあ、行きましょう。精が出ますわ。おっと邪魔だよ、邪魔しやがって。
千錬磨、金置いていけ。まあ、許してくれ。こんなお店初めてだ。今までなかったぞ。こんばんは。ようこそ。お越しやす。お越しやす。今日は貸し切りどす。ゆっくりしていっておくれやす。やす。やってますね。お、これはこいつは桂小五郎。来た。どうも、お久しぶり。その節はお世話になりました。まだちゃんとお礼言ってなかったですよね。池田屋のことか。サイの風呂屋を紹介してもらった借りを返したってだけだ。これで貸し借りなしだ。ああ、そういえばそうでしたね。そっか。人に恩は売っておくもんですね。それよりお前、なんでここに？ああ、実はここ俺の店でして。じゃあお前も。改めまして、幾松と申します。今後ともご贔屓に。幾松。一応ね、俺なりにあの時のお礼がしたくてご足労願ったってわけです。武市半平太のことを聞いてます。そうか。池田屋の時はちゃんとお話できませんでしたが、私は以前から武市さんに万が一のことがあった場合はあなたのことを頼むと言われてました。兄弟に。ええ、あなたが新選組に入ったすぐ後です。武市さんはずっとあなたを土佐に連れて帰ろうとしていた。だがあなたは新選組に入ってしまった。しかもあの頃、武市さんは新選組に命を狙われる立場にあった。近づきたくても近づけない。相当悩んだんでしょう。武市さんは私が剣の立つ男を探していることを知っていた。だからあなたのことを頼んできたんだと思います。今日で勤皇派を束ねていたあの人が地べたに頭までつけてね。決別したとはいえ、ずっとあなたのことを気にかけていた。斉藤さん、あなたこれからどうするつもりですか？さあな。あなたが新選組にいる理由は承知している。それはそれとして、前にも言ったけど、同志として俺のとこに来ませんか？長州。武市さんはまだまだやらなきゃいけないことをたくさん残していった。それを継ぐのはあんたが一番だと思うんだ。私と一緒にこの国を変えてみませんか？地層になったな。龍馬さん。悪いが、今はそんな気分にはなれねえ。龍馬さん。捨て鉢になったって何にもなりゃしないよ。
リョーマさん。ワンちゃん。おいおい、志の低い連中だね、どうも。ああ、ちょっと君たち。くらえ、幕府の犬め。起きた。なんだてめえは。それにその髪の色、さては貴様、異敵の子だな。よっちゃん、なんでまた俺。何すんだてめえ。なんで俺とか言って。わしは今日大変な一日でのすこぶる機嫌が悪いんや。ああ、運がなかったのお前ら。いきがりよって、やっちまえ。こんばんは。おいおい、機嫌が悪いからってまさか。やっちゃの。よし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 。わしに噛みつくとはの。気に入ったで。今日からお前は薩摩藩預かりや。ねえ、長州の青二歳がおるやんけ。それにあんたもか。縁があるの。お前は西郷さん。ったく、随分な言われようですね。どないした。にっくき薩摩の大将首がおるんやで。かかってこんのかい。薩摩と長州。正直あまりあんたのことでどうこう言うつもりはないんですよ。寝技使ってるのはお互い様なんだね。ただ俺も一応長州の代表みたいなことになってるんだね。社長があんたを目の前にして刀を抜かないわけにはいかないんだ。悪いね。いいで、わしも薩摩しょうとるんや。わしとあんたの喧嘩でこの件切りつけようやないか。わざわざ前に入ったったんや。切ってみろや。それじゃあお言葉に甘えて。やり合った。斉藤さん、何すんじゃ悪い。てめえらの都合だけで勝手に喧嘩始めんな。気に入らねえ。なに、今日はあんたがイラついとるんかい。そやけど、あんたに指図されるいわれはないで。あいにく俺も引き下がれないんですよ、立場上ね。そうか。だったら殴り合いで蹴りつける。斉藤さん、あんた何言って。ついでに
俺も混ぜてもらうぜ。今はとことん暴れて気分なんだ。マジか。なんや、要はあんたがうさばらししたいだけかい。ええで、突き当たるわ。プロヤン時の蹴りがついてへんしな。やれやれ。マジか。あんたたちの流儀にはついていけないんだけどね。まあいいよ。やるからには徹底的に行きましょう。思ったよりノリがいいやんか。見直したで。覚悟はいいな。マジか、三つどもえ。困った人たちだな。最後岸之助カツラ小五郎。おいお、絶対こっちじゃねえか。おかしくね。おい、一対二なんですけど、一度も言ってこういうことが。お前サッチョの仲間おかしいだろ。サッチョが手組んでるなんておかしくね。おい、サッチョそういう感じじゃないでしょ。おー、ガードした。あははかっけー。演出がかっこよすぎるんですけどね。おかえ。カツラ心をまず潰せ。甘いんだよ。オーケー。三丁同盟おかしくね。マスターアジアで鍛えた私の敵ではないな、マジで。俺甘いわ。おれい、おれい、まだか。斉藤さん強すぎ。くそげー。じゃ、まだやんの。今日は飲むぞ。は？あ？俺が勝ったんだ。付き合ってもらうぜ。嫌とは言わせねえ。ああ、はい。喜んで。こいつ、絡み酒やったんか。居酒屋を回れ。なんだそれ、遠いな。ワタミ行けと。しかもワタミかよ。走り方が面白いけど、トントンコトントコトコトコ、立たないに対等しながら。ええ機会や。まあこうなっちゃったことかし、今日はとことん付き合うしかないんじゃないですか。
ワンちゃんも来てるよ。なんだこの図。こいつほんまに店に行く気がある。さあどうなんでしょう。なんかいるぞ。もう半分諦めてますけど。俺はもう半分諦めてますけど。お前のプライに振り回されっぱなし。さすがに今日は絡んでこないんだ。おい逃げるぞ。うわしかも3じゃ困るんだよ。マジこのこのさ、何この図、おかしい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 、この図は。この図はおかしい。強すぎるだろ。この図はおかしいおかしい。こっちか。ワンちゃん。それにしても西郷さんもこの人と知り合いだったんですね。たまたま風呂屋で大手の。たまたま風呂屋で大手の。風呂屋。それってまさか。ぜえ、西の風呂屋や。西の風呂屋。縁はきなりですね。縁はきなりですね。なんだろうねこの図は。しかし薩摩の西郷吉之助と一緒にいるなんて、この状況あんまり人に見られたくないんだよね。薩長が見たけど勝手に見たらいいよ。おい、まだ飲む場所決まらんのか。まだ飲む場所決まらんのか。後悔する。あー、カーブした。よいしょ。レベルアップ。結構攻撃痛いよね。まあ持っててよかった。将軍やつやし48枚入り。さあ今ならこんなに体力を回復するぜ。これどっち。こっちか。しかしこいつは何もない。前よりもさらに強くなっとる。ほんと俺これでも神道無念流の免許改伝なんだけど。素手とはいえ二人がかりでやられるとなるとちょっと落ち込むね。二人がかりってあれなんだ、自覚はあるんだ。めっちゃ浪人が歩いてるやん。おいお前、西郷さん犬好きなんですね。西郷さん犬好きなんですねって。今日はついてない。
いや、あの、できる、ゲットなしできるんですけど、会話聞きたいじゃん。彼らの。会話聞いてるわけです。おー、かっけえね。起こしたい。おいよいつ来るやちょっと待ってちょっと待てやさあ行きましょうワタミにやるワタミお前らこの店で飲むぞここかまあええわワタミなんだそれじゃあさっさと飲んで早いとこお開きにしましょうかねそうやね。ワタミ。店にある酒、全部持ってこい。おいおい、どんだけ飲むつもりなんや。誰が一番酒に強いのか。今から勝負するぞ。斉藤さん、それ本気で言ってるのか。いいやないか。さっきの喧嘩の借り、ここで返させてもらうと。しょうがないな。付き合いますよ。ゲソ焼き。あかん。もう無理や。こいつ、どんだけザルやねん。ああなんか頭がクラクラしてきたこの店の酒全部飲み干してしもうとねじゃあそろそろ閉めましょうかねすいませんお勘定おごってもらってすまないないいんですよ。これくらい安いもんです。今日のところはここでおとなしく帰ったる。けど次会うた時は覚悟しとけ。まあそれはお互い様ってことで。おい、まだ終わねえぞ。はあ？何やって？もう一軒行くぞ。ついてこい。お、擬音来ました。これちょっと待って。ちょっと待ってね。てれっててー。準備が。シリビの準備が始まったよ。デスクトップをキャプチャーできるようにしておかないとね。よし、来た。行くで。もう一回行くで。まだ飲み足らんのか本当にどれだけ飲まされるんだろう的確に獲物を追い詰めるそこらの人間よっぽど言うのよかわいいおっとなんでや。知らんがその刀は飾りか。外のか刀は飾りか。あ、
持っててよかった。いらっしゃいませ。兵庫院八つ橋48枚入りをちょっと5箱ほど追加。ちょっと高いんだけどね。大きいね。どうも大きいわ。どう、待てよ。絡まれた。リングにおいて消えろ。今日はついてない。アシッドアシッドドドドド援護射撃だ。ワンちゃんも頑張ってる、応援してるよ。百戦錬磨。おお、俺が待ちも取った。ワンちゃん、さあ行こうぞ。ゲレッギョン、レッツゴー。気ぃつけろや。どこ？春日屋。春日屋か、こっちじゃないのか。お前ら、この店で飲むぞ。もうどこでもええわ。はよこの男酔いつぶさせて終わらせるで。こないなガキとつるんでるところ犯人でも知られたらわしの面目丸つぶれやから。こっちも困るんだよね。うちの班全員薩摩を目の敵にしてるんだね。ごちゃごちゃうるせえぞ、入るぞ。犬も入るんだ、入れんだ。おい、酒だ。まだ飲むんかい。寝てる。ああ、何やってんだろう俺。お前らこれだけ一緒に飲んで騒いでもまだ薩摩だ長州だのと言うつもりか。当たり前でしょ斉藤さん。あんた俺たち長州が薩摩にどんな目に遭わされたのか分かってないでしょ。ふん。ケツの穴の小さいガキやで。こんなんが頭や言うんやから長州もたかが知れとるわ。なんだと。まだ分からねえのか。そんな細けえことにこだわっていつまで殺し合うつもりだ。そこで流れた血がどれだけ報われたって言うんだ。細かいことか。それを言うならあんたらって結構細かいことにこだわってると思うけど。ブーブーなきた。あいつにも同じことを言われたよ。それよりもおやっさんの意思を告げってな。うん、あいつの言う通りだってことは分かっちゃいたんだ。で俺は兄弟みたいにできちゃいねえ。目の前の忘れりゃいいこと忘れられなかった。その挙句がこのざまだ。俺は何よりも大切なものを守れなかった。兄弟、土佐の武市半平太のことだ。兄弟分なんだよ彼らは。武市半平太の兄弟分。そしたらまさか言っちゃっていいのかな。土佐勤王党の筆頭坂本龍馬、それがこの人の本当の名前だ。坂本龍馬、こいつが。この男が坂本龍馬だ。
どういうこっちゃ。あ、ねえ、あんた人を勝手に連れ回して愚痴り倒した挙句勝手に寝よった。坂本龍馬か。本当勝手な人だね。こっからいいとこやん。ここは涼。あ、やっと起きたん。いつの間に寝て。いや、どうやってここに。だから言うたやないの、飲みすぎやって。すまん。竹地さんのこと聞いて。ごめん、嫌やったら。兄弟みたいなもんだった。ガキの頃からずっと一緒に育ってバカやって。半平太には何やってもかなわなかった。いつまでたっても俺は兄貴と呼んでついて回ってた。俺の憧れだったんだ、あいつは。なのに最後の最後で喧嘩別れしちまった。あれが最後になるなんて思っても見なかった。畜生、なんで俺はあの時。はじめさん。はじめさん。悪い。少しこのままでいさせてくれ。辛い時には人に話した方がええよ。一人で抱え込むよりは楽になるやろ。そうらしいな。うん。はじめさん、お酒臭いよ。今日は意識が飛ぶまで飲んじまった。そういえば、ん？俺はどうやってここに。店で飲んだところまでしか覚えてねえ。飲み友達のお二人さんがここまで担いできてくれたえ。飲み友達、桂と西郷か。散々愚痴言ってたで。もうこいつに酒飲ますなって言われてもうた。でもな、その後こうも言ってた。ん？細かいことは全部水に流してやるって。二人ともすっきりした顔してたえ。酔った勢いでなんかええ話でもしたん。いや、覚えてねえ。
しめさん。はじめさん。はじめさん。お涼。なんだ、朝から騒々しいやつだな。その格好。立ち止まるのはもうやめだ。俺にはまだやるべきことがある。そうか。足寒いだろう。ああ。風邪ひくなよ。晩飯と風呂頼んだぜ。うん、行ってらっしゃい。お、なんだ？なんだ？なんだ？マジか！え？え？何も予想ができない展開になってるんですけど。え？武市半平太死亡の知らせを受けて失意に沈む龍馬、悲しみから逃れるように酒に溺れる龍馬の前に現れたのは長州の桂小五郎と薩摩の西郷吉之助だった。やり場のない怒り、藩の命運を背負った責務、おのおのの思いをぶつけるかのように三人は衝突する。この出来事が歴史を一歩動かしたということを龍馬はまだ知らない。束の間の安らぎを得た龍馬は再び真実へ向けて歩み始める。大北大臣師匠招待。さあ、いよいよこれ今週で終わっちゃうんじゃないか、下手すると。その可能性すらある。え？源さん。え、源さん。おい、どけ。下がってろ。え、源さん。源さん。なんだこの展開は。6番隊隊長は井上源之助だっけ。源さんですよ。いや、ゲス絶対死にそうじゃないから、あの姿。
絶対死ぬキャラじゃないでしょ。だって新選組の両親って感じだったのに。いやー、わかんない展開がもう追うしかねえ、ストーリー追うしかねえ。こうなったらストーリー追うしかねえ。サブクエやってる場合じゃねえ。これどういうところに落ちどころがつくのかわかんねえ。ヒヒヒヒヒじゃねえよ。絡まれた。後悔する、後悔するぜ。正体ですよ。てかもう浪人に絡まれてる場合じゃねえんだよ。緑水鍛冶屋がある。ここで強化ができるんですね。政宗欲しいね。漆黒の帯全然作れない。用途があれば最後までいける。ゲンさん、ゲンさん、またちょっと待てや。ちょっと浪人多すぎだろ本当に。逃げやがった。展開がめちゃ早ですね。武器は売ってたんですけど、なんだ途中でなんか、あ、斉藤、お前何しとったんや。何かあったのか。なんやと。お前源さんのことまだ何も聞いとらんのか。井上がどうした。いや、そしたら豚所に行け。行けばわかる。どうなってしまうんだこれは。うわあ、源さんが死んでる。斉藤か。井の上、何があった。ピストルで胸を2発、刀でとどめを刺された後川に投げ込まれたようです。金の獅子の仕業でしょうかね。ああ知れたことだ。だからさっさと隠居させろっつったんだ。大した力もろくに剣も触れなくなってるって陰口叩かれてたからな。
そんなことはない。源さんの腕はまだまだ衰えてはいなかった。きっと不意をつかれて抵抗することもできなかったのだろう。そうすかね。じゃあやったやつ褒めるしかないってことか。ピストルを使ったにしろ、100人を率いる6番隊の隊長を仕留めたんですから。谷といい、鈴木といい、源さんといい、いや、弱い隊長を持った隊員たちはかわいそうなもんだよな。佐野助さん、それはちょっと言い過ぎでしょ。何が言い過ぎだバカ野郎。長州やら金の穂がまだまだのさばってんのに、新選組の隊長が3人もやられてんだ。くって、やはり3人松原も死んだ。最強新選組の名も地に落ちたってもんだろうが。俺らが今金の葉の獅子どもに何て言われてるか知ってるか。幕府の府、俺らは幕府の捨て駒だって言われてんだ。捨て駒ですか。覚えてるか、土方さんよ。半年前だ。あんたは新選組に入りゃ旗本に取り立ててくれるっつったんだ。だから俺は最強の組織を作るために京に来た。それがなんだ。最近じゃ素性もよくわからねえ野郎まで隊長になってやがる。とにかく俺にとっちゃ上位やら勤労やら人中報告なんかどうでもいい。これ以上新選組が舐められちまうことの方が問題なんだ。佐之助、俺は今日の街で飛車角になって暴れ回りてんだよ。だから俺に返しをさせてくれ。返し、源さんを殺した犯人を捕まえるということか。そんなんじゃねえ。誰が犯人かなんて問題じゃねえ。今すぐ京の町の宿という宿を攻めて勤王志士たちを根こそぎぶっ殺す。え、でもそんなことしたら源さんがどうして殺されたのか分かんなくなっちゃうじゃないですか。だからそれはどうでもいいっつってんだろ。このおっさんの死を利用すんだ。隊長を殺された犯人を捕まえるって大義名分さえありゃそれでいい。それを理由に京の町を制圧する。新選組の落ちた名を再び最強のもんにすんのさ。副長、あんただって新選組を使ってのし上がりたいっつってただろ。なあ、今すぐ俺を生かせ。おもろそうな話やな、佐野助。せやけどそれ一番隊がやらせてもらう。掃除、文句あってもわしは止められへんで。トシちゃん、トシちゃん、ちょっと待ってくれよ沖田さん。一番隊がやんのはかなねえ。だけど俺も一緒にやらせてくれ。俺とあんたで一緒に源さんの仇を。なあ、いいだろ。安心せえ佐之助ちゃん。誰もお前のことを幕府の不やなんて思うてへん。お前は新選組の不や。そこんとこよう覚えとくんやな。一番隊、行くで。はい。くせえ、なんだだりゃ。くしょ、いくら奥田さんとはいえあんな勝手が許されんのか。
まあまあ落ち着いて佐之助さん、沖田さんがああいう感じになっちゃったらどうせ止められないんだし。とにかく俺は納得できねえ。こっから先は十番隊は十番隊で行動させてもらう。はあ、それにしても面倒なことになっちゃいましたね。どうするつもりなんですか、副長。奴らが手当たり次第志士たちを切りまくれば新選組の正気を疑われる。無論止めるしかあるまい。止めるってどうやって。斉藤君、君は沖田を追ってくれ。今の奴は何をしでかすかわからない。面倒を押し付けてくれるな。佐之助さんの方はどうします。簡単だ。あいつは掃除とは違って源さんの仇に対して恨みがあるわけじゃない。適当に酒でも飲ませて憂さ晴らしさせておけば落ち着く。酔わせて眠らせろと。平助、言ってくれるな。いいですよ、新選組で酒代持ってもらえるならいくらでも。頼む。はい。一つ聞かせて。なんだ。沖田と殺された井上はどういう間柄なんだ。シエ君以来の仲間だが。それを言えば山並圭介もそうだったはずだ。だが山並が死んだ時とは随分反応が違う。沖田は井上に何か特別な思い入れがあるんじゃないのか。特別か。確かにそうかもしれないな。教えてくれないか。うん、それは掃除から直接聞けばいい。そうすれば君が追いかけてる李神流の謎に近づけるかもしれない。こいつ全部知ってるのか。この人すごすぎ。そのためにも掃除は君が止めろ。おそらく奴は源さんの死体発見現場に向かったはずだ。分かった。それはどこなんだ。伏見の屋敷町南の船着き場らしい。気をつけろよ斉藤君。今の掃除を止めるのは命がけになるかもしれん。船着き場へ向かえ。源さん、新選組の両親がまさか死んでしまうなんて。斉藤君、いやー、どう考えてもですね。ちょっとセーブしよう。え？伏見の。カゴが使えないから歩いていけということだし。いやー、土方さんは、めっちゃキャラが、銀玉の、キャラクターで見ると全然違うっすね。あ？なんかやってるぞ、そこら中で。ちょっとセーブしときたいね。何も知らねえんだ、信じてくれよ。一番隊船着き場あたり、もう少し強い刺激があれば思い出すこともあるんじゃないか。もう勘弁してくれ斉藤殿。井上隊長殺害犯、そいつ話して。犯人の究明を厳命されています。そのためには手段を選ぶな。一番隊にご意見は無用。まあ格は上だからね、一番隊の方がね。嫌だと言ったら、我々の頭と沖田たちを一人一人、そのメールを邪魔するのであれば、隊長が隊長なら部下も部下。
状況には手荒なんですけど。いやちょい、まさか一番大体やり合うことになるとは。一番大体し身内ぶっ潰す。エリすぎ、いて、ゲンさんは、ゲンさん結構好きだったんですけどね、私も。死んじゃうんだ、そこはゲンさんかよ、みたいな。沖田は井上の死にこだわる。さあ、死は我々の死にこだわる。さあ、どうぞ、また暴れてんだろ。何回ぐらい暴れてんだ。まあ、そういうとこじゃないよ。またやってる。ミブロが。この前お前さんとこののか、この前6番隊にやられたそうじゃないですか。なら井上隊長がさぞ憎かろう。隊長が気づけないほど遠い遠距離から狙える最新鋭のピストル。そうか、最新のピストル。何のこと言うとるんじゃ。そこまでしとけ。一番隊に攻撃は無用でございます。どいつもこいつも。邪魔させてもらうぜ。微妙に武器のね、構え方も違うんですよね。上段、下段、上段、中段、下段、中段、上段と全部違う。中島野球しようぜ。あ、ガード失敗。犯人は新選軍を上げてやっている。ぶっ倒れてるし。そこのアンダー。またやってるし。お前気になってるの情報や。また。またか。裏から。おい、やばいんだよ。せいせいせい。こんばんは。止まれと言われて止まるやつがおるんか。